イルンフ、今季絶望で来季ドラゴンズ入りか。韓国キヨムは、3月のワールドベースボールクラシックに韓国代表として出場したイルンフ外野手24が左足首靭帯損傷と診断され、手術が必要になると発表した。術後のリハビリには3ヶ月ほどかかる見通しで、今季中の復帰は絶望的な状況となった。イ・ジュンフ1998年、愛知県名古屋市生まれ、韓国育ちのプロ野球選手外野手。KBO リーグのキウムヒーローズ所属。父は韓国プロ野球のヘテタイガース及び、日本プロ野球の中日ドラゴンズに所属した、元プロ野球選手のイ・ジュンボム。メジャー移籍が絶望的になったため。日本来そうやなこれ。メディアも大騒ぎやった。キム・ハソン、韓国の野球人気すべてを称。なお韓国でもハソンより大谷の方が人気ある模様。生まれ故郷の名古屋が待っとるがね。はい、ドラゴンズブルーの地。中日だと余裕で4番だよな。韓国の岡林。まあ大島の後釜に最適やな。韓国のイチローっていうとイジュンボムのイメージが強いわ。もったいねえよ、日本なんか来るな、直でアメリカに行け。名古屋がお前を逃さない。